今回はリングイネ大きい椎茸のクリームパスタ作ってみました。材料揃えました。材料の詳細は説明欄とコメント欄見てね。玉ねぎ3分の1個薄くスライスします。スライスした玉ねぎをフライパンにのせて、エキストラバージンオリーブオイルかけて、弱火の火にかけて、ニンニクをスライスして、これ芽を取って、ニンニクの芯取って、スライスします。生どんこという大きい椎茸3個、分厚めに切ります。これめっちゃうまいやつです。ちょっときれいに掃除して。玉ねぎ炒め中です。椎茸切りよう途中も炒めてました。弱火なんで。これくらいです。フライパンにエキストラバージンオリーブオイル入れて、ニンニク3分の1入れて火にかける。ニンニクに軽く火が入れば、しいたけ入れて炒めるんですけど、軽く塩して、この時の火加減が強火です。
椎茸炒めを最中にパセリをハサミで刻んでおく。椎茸がええ感じに炒められたら、マルサラ酒 30cc 入れて、乾燥バジル入れて、炒めた玉ねぎ入れて、パスタ油冷ドリいっぱい入れて、まあ 50cc から 70cc を盛ってください。生クリーム0ドル2杯入れて、だいたい 100cc から 140cc と思ってください。軽く煮詰める。黒胡椒して、ええ感じや。リングイネ 100g、 塩分濃度 1% でリングイネ8分茹でます。火を止めてるところに無塩バター 5g 入れて、火を止めてるところに続いてパルミレチャーノ、レチャーノ入れて、削り入れて、パスタ茹で上がるのを待つ。30秒前くらいから弱火で火にかける。パスタ茹で上がりました。リングイネをフライパンに入れて、パスタ油も濃度調整で入れて混ぜる。パセリ入れて混ぜる。黒胡椒して、絶対うまいやつやこれ。混ぜる。盛り付け。
パセリ乗せて、黒胡椒して、完成。リングイネ大きい椎茸のクリームパスタ。ご視聴ありがとうございました。